皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。モデルプレスイコール2024年2月18日。7人組ダンスボーカルグループ。B. ファースト。B. ファースト。のソータ。ソタ。が17日放送のグループでナビゲーターを務める番組。Amazon Music Million Billion.J.Wave 毎週土曜17時。に出演。 過ごしててみたたいいオフの1日について語った写真、八木リカ子、素肌輝くワンピー姿、颯タ突然オフをもらったら、この日は、先週に引き続き女優の八木リカ子へのインタビューを放送。プライベートやお互いの好きなことについてトークを行う中で、颯タは、今、はい、一日オフあげます。 っってて言われたらどうやって1日過ごすとヤギに質問した「俺が今オフもらったら」と自身の例えを話し出したソー太は「寝たいだけ寝て」「起きて実家帰って」「サーフィンして」「寝る」「普通の人はこういう感じですね」「別に早起きもしないし」と自身の「過ごしたい一日」を説明この例えにヤギは「待って待って」 普通の人じゃないよ。それすごいかっこいい人。サーフィンがまず出てこない、と絶賛。一方思わぬところで褒められてしまったソータは、サーフィンは、サーフィンは、ヤギちゃんで言う本とかと一緒だよ。と戸惑いを見せた。ソータ、ヤギリカコの趣味に、半端ない。一方、ヤギが、好きだね神社とか、御朱印集めてる。 と、御朱印集めが趣味だと語ると、蒼太は、え、何と不思議そうな表情に、スタンプラリーみたいなの神社でもらえるの、と説明する八木に、わかんない、とつぶやきつつ、ヤギの趣味について、半端ないよ、マジで。とさんの声を上げた。また蒼太本人も、歴史は好き、とも語っていた。 モデルプレス編集部、どこで思いますかコメントセクションをチェックして、次のビデオを見てください。